ブレイクスルーアカデミー代表の安藤正治です。よろしくお願いします。今日のメッセージは特に玉名に住んでいる方にお届けしたい内容です。私も実はね、実家が玉名なので、まあ、玉名に住んでる方に関してはね、少しちょっと親近感もあるんですけども、実際玉名って結構宇都と玉名と八代が公立中高一貫とかになってきて、特にね、人口も多いから塾銀座ってできてるじゃないですか。玉名駅から上がっていって、その左手にね、ツタヤがあるようなところからいろいろな塾がね並んで、まあ、豊富にあるから勉強環境としてはそんなに不便はないのかなとは思うんですが、まあ、一方でじゃあその優秀な先生たちはどれぐらい確保できているんだろうかってことを考えると、ちょっと心配なんじゃないかなと思うんですよね。で、私は最近は東京の方によく足を伸ばすようにしています。で、これは熊本から東京って皆さんが聞くと、もしかしたらちょっとね、一つの大きなイベントのように聞こえるかもしれないけれど、だいぶ自分もね、この頻繁に東京行くようになって、心理的な距離はだいぶ縮まりました。実際に情報って大事なんですよ。情報の質っていうのが大事で、誰に話を聞くか、例えば中途半端な人に話を聞いても良くなくて、じゃあもう本当に一流の人から話を聞いた方が早いし確率ですよね。で、最先端の話が聞ける。で、そういうことを考えたら、やっぱりね、福岡とかに中途半端に行くんだったら、もう東京に一発で行ってしまった方が、多分情報はすごくね、目まぐるしく回ってるし、それこそ環境的にもね、いろんなこう綺麗なラウンジバーがあったりとか、ホテルもね、高級ホテル、ラグジュアリーホテルとか、外資系のね、いいホテルがたくさんあるし、で、実際にミートタウンだったり、六本木ヒルズだったり、東京ディズニーランドだったり、スカイツリーだったり、もう日本の最先端は多分あそこに固まってるわけでしょ。で、そうするとね、もう熊本でこうぐるぐるしてるよりも、まあ、たまにね、可能な範囲で東京の方に足を伸ばしてどんどん勉強しに行くっていうのがね、私の中では今のトレンドというか、ね、流れになってきてるんですけども、玉名に住んでる方もね、ぜひその部分をね、ちょっと意識してほしい。どういうことかっていうと、もちろん東京に行けとは言いません。もうそんなお金もかかるし、時間もかかる。で、もちろん中高生の皆さんに頻繁に東京行くようなね、余裕はないはずですので、じゃあどうするかっていうと、もし玉名でだけで生活が完結してしまっているような方っていうのは、多分情報がね、いい情報が巡ってきてないと思うんですね。で、もちろん、まあ、明光義塾さんもあれば、スバルさんもあって、能力開発センターもあるし、で、そういう塾がたくさんある中で、もちろん勉強するっていう環境はあるかもしれないけど、じゃあ、先生たち、皆さんに勉強というもののマインドとか、発想とか考え方を共有する優秀な先生たちがどれぐらいその場にいるかって考えたら、ちょっとね、私は心配なんです。そうすると皆さんはね、本当にもう別に週何回とかじゃなくていいです。週1回でもいいし、月1回だとちょっと足りないかな。月2回ぐらいは少なくてもね、熊本市内の方に出てきて、やっぱりね、熊本で言えば熊本市内なんですよ。どうしても情報のね、集まる場所って、そういった意味ではね、私もぜひね、皆さんにご縁をいただきたいし、私は学習塾業界に、まあ、一石を投じるという目的でブレイクスルーアカデミーを立ち上げて、もうこれからその学習塾の在り方そのものを根本的にね、変えてしまうような新しいカテゴリーを生み出そうと思ってる段階で、皆さんにより本質的で重要な情報を提供することを目的に動いてます。この間もね、たった1回の、まあ、コンサルで、もう127位まで落ちたね、順位が43位まで上がってくれたっていう嬉しい報告もありましたし、そういったことがね、どん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 今ね、熊本市内で起きてるんですよ。で、もちろん私が直接ご縁をいただければ、皆さんにもそういったことが起きる可能性が本当にあります。で、そうすると、じゃあ玉名にずっとね、いるかと、で、いろんなものも揃ってしまってるので、あんまり不便はないかもしれないけれど、じゃあ質はって考えた時に、失礼ながら、まあ、やっぱり玉名にずっといても優秀な先生ってなかなか来ないんじゃないかな。だから熊本市内の、例えば教室に当時の有名な先生が来るよってなったら、やっぱ熊本市内に出てくるじゃないですか。そのテンションが実は欲しくて、で、もちろん往復の時間とかお金とかもかかるんだけれど、皆さんにはぜひね、週に1回、もしくはまあ月に2回ぐらいはね、熊本市内に出てきて、まあ、よりね、質の高い情報をこう仕入れて帰るっていう習慣を身につけていただきたいと思ってます。で、その意味でもね、ぜひね、ブレイクスルーアカデミーにも足を伸ばしていただきたいと思ってます。本当に勉強に関しては特にいい情報をね、提供できると思いますし、確実に成績アップにつながるような情報をね、皆さんにはお伝えできると思いますし、この間はなんかね、匿名だったんですけど、電話でその高校生から、まあ、ちょっと起業についてね、相談させてくださいと。ね、私も起業家だし、もう起業家の先輩たちもたくさん知ってる中で、私もいろいろ勉強させてもらってるけども、まあ、その高校生からね、改めて起業についてね、相談させてくださいってお電話があって、いろいろお話をしてたらね、その方も喜んでくださって、また何かあったら相談させてくださいっていうことで電話を切られたんですけども、
本当にね、いろんな方が皆さんの周りにはいらっしゃると思います。でもちろん今言った通り起業の相談でもいいんですよ、ね、そしたら、まあ、もちろんガチのアドバイスになったらもうコンサル受けてもらわないといけないけれど、ね、そういうふうに電話とか普通にね無料体験を使って実はその選択肢的に起業っていうのも考えてますとかそういうことでもいいですし、勉強で成績をね上げるためには一体どうすればいいんですかと、今の勉強のやり方で本当にいいんでしょうかってことを軽く相談していただく場にもね使っていただけたらと思います。熊本市内なので玉名市からはちょっとね距離があるとは思いますが、それでもね週に1回月に2回ぐらいは本当に質のいい情報をね仕入れに熊本市内まで出てくるっていうことをね自分の中で習慣化されるとすごくねまた違った目線で刺激的なね学生生活を送れると思いますので、もう他の人が多分してないことだと思いますよ。玉名市内で住んでいてわざわざ熊本市内まで来て勉強して帰るっていうのはなかなかいらっしゃらないと思うんで、皆さんがしてないことをねあなたがすることで差ができるとすればきっとそこでね差ができると思うし、もっと大事なことに気づけると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。玉名市の皆さん、ぜひブレイクスルーアカデミーを覗きに来てください。ご縁をお待ちしております。